佐藤歩きだ。 YouTuber たるものが再生回数稼ぎのためにはモラルなんて気にしてらんねえんだよ。だから今日はな、モラルや法律を無視した極悪非道な YouTube 企画をやってやるよ。それでは行ってやるぜ。俺様って極悪非道だからよ、薬物がやめられねえんだよ。だからな、この薬物を今日は鼻から吸引してみようと思うぜ。それじゃあな、この山盛りの薬物を鼻から吸引してやるよ。ああちょっと量が多すぎたから今日はこのくらいにしておくぜ。なんか鼻からさっきの薬物が出てくる。それはいいとして、環境破壊が昨今大きな問題となっているのに、あろうことか俺は植物を伐採してやるぜ。ただな、山とかでな、植物を伐採すると法人とか地主が黙ってないから、自宅のベランダの植物を伐採してやるぜ。伐採するのはこちらだ。なんかベランダに生えてあった木を業者が伐採したら、その後からホイホイいろいろ生えてきやがった。俺がこいつらを根こそぎ刈り取ってやる。始めるとするか。完了だぜ。木の根っこが思ったよりも強くて刈り切れなかったし、知らん木の実とか虫とかいて怖かったぜ。俺様はよ、環境問題に配慮できねえクズだからよ、吸い殻とかそのまんま地面にポイ捨てしちゃうぜ。おっと、偶然にもちゃんと灰皿の上に乗っかったようだな。お次はだな、コンビニで万引きしてやるよ。コンビニに置いてある本をなパッと取って、金も払わずに店を出てやる。法律なんて関係ねえ。取ってきてやったぜ。よう、おなじみの多摩川だ。この川にゴミとか異物とかを流したら、これも大問題だよな。俺はそれをやってやるぜ。っていうか暑いな、こんなクソ暑い日にこんな格好って、すれ違う人の視線が痛いぜ。見るからに不審者だもんな、極悪 YouTuber。 見るからに不審者。というわけで俺が流すのはこいつだ、イロハス。このイロハスをこの川に流してやるよ。これだけじゃないぜ。なんだ、流すのは水かよって思っただろう。次のはただの水じゃねえぜ、なんと炭酸水だ。それも特保。こんな格好で水をセブンイレブンで買うのはちょっと気が引けたぜ。ゴミはちゃんと持ち帰るぜ。どうだった、俺の極悪非道な YouTube。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。